道府県の選手、また滋賀県の高校生との交流を深めていただけましたでしょうか。選手、監督の皆さんの心に、この滋賀の地を、この高島の地を思い出大きいものとして残していただけたら、私たちにとっても、この上ない幸せでございます。優勝された A 隊男子団体広島県修道高等学校、 B 隊男子女子岩手県立盛岡第一高等学校の選手監督の皆さん、おめでとうございます。また入賞を勝ち取られた選手監督の皆さんはもちろん、惜しくも入賞を果たせなかった選手の皆さんに対しましても、ご健闘を心より称賛いたします。登山というスポーツは、自然の中で仲間と助け合い、チームとしての能力や行動を競い合う、とても魅力のあるスポーツです。また自然を相手にしますので、何よりも安全と環境に配慮しなければなりません。そのため登山地域の情報を集め、メンバーとの計画を立てること、装備や食料、気象状況のチェックなどの危険予測、危機管理が重要になってきます。インターハイという場において、このような力を競い合う中で、選手の皆さんはより一層精神的にも人間的にも大きく成長されたのではないでしょうか。これからも自然に親しみ、自然との調和を保ち、素晴らしい自然を長く未来に伝えていっていただくとともに、2015君が作る近畿総体のスローガン、風に乗れ今青春が走り出すの通り、今日の日が皆さんのこれからの人生に向けて走り出す新たな一歩となることを期待しております。最後になりますが、本大会の開催にあたり、ご尽力を賜りました全国高等学校体育連盟登山専門部の皆さん、日本山岳協会の皆さん、また地元高島市をはじめ関係団体、先生方、生徒諸君に心より感謝を申し上げ、お礼の挨拶といたします。ありがとうございました。ただいまより
期、全国交代連期、登山大会期、コース大期の引き継ぎを行います。まず、国期、全国交代連期、登山大会期は、平成28年の開催期を各代表に引き継がれます。ありがとうございました。続きまして、コース大期の引き継ぎです。
がとうございました。来年度岡山県で開催される平成28年度全国高等学校総合体育大会登山大会第60回全国高等学校登山大会が成功するよう、全国の山を愛する高校生の祈りを込めてそれぞれの旗が引き継がれました。ここで来年度開催地実行委員会を代表して、真庭市新行村実行委員会代表栗原照之様よりご挨拶をいただきます。来年度の大会は2016情熱疾走中国総体を愛称に、美しく咲け君の笑顔と努力の花をスローガンに、晴れの国岡山の真庭市及び新庄村で開催します。いずれも岡山県と鳥取県の県境の山域となり、大山沖国立公園となっています。浅鍋鷲ヶ山けなし山山域は岡山県内最大の規模のモナリンと岡山県版レッドデータブック、選定種も多く生育生息し、極めて豊かで健全な動植物が特徴です。中でもけなし山の南斜面は自然環境を厳正に保全することを求められる特別保護地区に指定されています。また森に足を踏み入れると木々や土が香り、森に息づく生命や力を感じることができる森林セラピー基地や林野町の、水源の森百選にも選ばれています。そして蒜山山域は岡山県と鳥取県の県境を東西西から上蒜山中蒜山、下蒜山が横たわり、蒜山山山と呼ばれています。その裾野に広がる蒜山高原には、夏はキャンプ、冬はスキー場など、多くの観光施設が整備され、ジャージー牛の放牧も見られ、90ヘクタールの牧草地には、木に生えている樹脂、四季を問わず多くの環境観光客が訪れています。大会期間3コースは男女同一組同一コースで計画しています。いずれもメインザップを担いでのチーム行動となります。選手のみでの行動ですので、水分補給や体温調節等の熱中症対策は十分に注意し、準備しておくと同時にしっかりと体力、判断力を身につけておいてください。大会会場となる西の軽井沢と呼ばれる蒜山高原の蒜山山座と手なし山一帯、大会受付では宿泊地となる西の横綱と呼ばれる湯原温泉で、地元高校生をはじめ岡山県真庭市新庄村実行委員会、岡山県山岳連盟、高体連登山専門部が一体となって準備を進めています。来年は岡山で会えることを楽しみにしています。最後になりますが、この会場に来ているのは真庭市のキャラクター森の妖精万蔵です。真庭市の観光キャラクターとして誕生しましたが、この7月からは真庭市のシティプロモーション推進室国外に任命され、真庭市の魅力アップとその発信に活動しています。来週からは投票が
始まるフューチャーグランプリ2015年を遠慮しています。よろしくお願いします。以上です。閉会宣言に先立ち、一言お礼申し上げます。異常なほどの暑さの中での大会になりました。アクシデントもありましたが、なんとか閉会式を迎えることができました。これも節足の頑張りと顧問の先生方のご指導の賜物であることはもちろんではありますが、大会の準備、運営、救護、医療など、この大会に関わっていただいた全ての方々のおかげだというふうに思っております。厚く御礼申し上げます。本当にありがとうございました。この後は、それぞれのふるさとへ無事に帰られることをお願いいたします。さて、この大会で幸せだった、何もなかったと印象をお持ちかもしれませんが、別の面もございます。柴良太郎さんの大道行くという本がありますが、第1巻の始めは個性から始まります。こうあります。近江というこのあわあわとした国名を口ずさんだけでもう私には詩が始まっているほどこの国が好きである。近江の国は今もなお雨の降る日は雨の降る里である。粉雪の降る日は川や湖までが粉雪の降る里であるよう見よる起こしていますとあります。いつの日かまた滋賀近江においていただければ、幸いでございます。それでは閉会宣言をいたします。これをもちまして平成27年度全国高等学校総合体育大会登山大会第59回全国高等学校登山大会の閉会を宣言いたします。ありがとうございました。
58回全国高等学校登山大会主幹団体神奈川県高等学校体育連盟登山専門部田垣茂之様。感謝状、神奈川県高等学校体育連盟登山専門部主任。あなたは平成26年度全国高等学校総合体育大会第58回全国高等学校登山大会に多大な貢献をされ、大会の成功に尽力されました。ここに深く敬意を表し、そのご努力に感謝の意を表します。平成27年8月11日、公益財団法人全国高等学校体育連盟登山専門部長を開けます。第58回全国高等学校登山大会登山隊長井上康介様。感謝を井上康介殿、以下同文でございます。大変お世話になりました。ありがとうございました。続きまして、本大会の開催に際し、ご尽力をいただきました関係の皆様に感謝状を贈呈いたします。高島市に対して感謝状を贈呈いたします。高島市副市長、平岡庄七郎様。感謝状、高島市殿。あなたは平成27年度全国高等学校総合体育大会第59回全国高等学校登山大会に多大な貢献をされ、大会の成功に尽力されました。ここに深く敬意を表し、そのご努力に感謝の意を表します。平成27年8月11日公益財団法人全国高等学校体育連盟登山専門部長を開けます。お世話になります。続きまして、陸上自衛隊今津駐屯地司令に対して感謝状を贈呈いたします。陸上自衛隊今津駐屯地司令伊藤忠様。感謝状、陸上自衛隊今津駐屯地司令殿、以下同文でございます。大変お世話になりました。ありがとうございました。続きまして、国土交通省国土地理院近畿地方
方測量部に関して感謝状を贈呈いたします。国土交通省国土地理院近畿地方測量部長梶川正造様。感謝状、国土交通省国土地理院近畿地方測量部の以下ご分でございます。ありがとうございます。ありがとうございました。以上をもちまして、感謝状贈呈式を終了いたします。皆様、舞台右手のマネ像と滋賀県のマスコットキャッピーにご注目ください。選手、監督の皆さん、並びに今大会をの運営と支援をしていただいた全ての皆さん、大変お疲れ様でございました。またご苦労様でございました。今日、無事に大会を終えることができたことを皆さんと共にその喜びを分かち合いたいと思います。さて、今日閉会式の 8月11日は、私たちにとって忘れることができない日になりました。なぜならば、来年の8月11日、国民の祝日、山の日になるからであります。人間は自然の子であり、地球は人類の学校と言われますように、私たちは自然の一員でありながら、自然から大変多くの恵みを受け、また時には台風とか地震とか、そういった厳しい試練にさらされながら、衣食住を整えてまいります。山の日は、そうした自然の恵みや、あるいは教訓に感謝をする日であります。ご承知のように、今から20年前の1995年、平成7年に、海に感謝をする
祝日、海の日が制定をされました。日本の面積の4分の3を占めるこの産地の恵みに感謝をするような祝日があってもいいんではないか、そういうような思いから5年前に私ども日本産業協会、そして他の産学団体と協力をし合いながら、国あるいは関係機関に山の日の制定について働きかけを行いました。その結果、来年8月11日を国民の祝日とすることに決まったわけであります。どうか皆さん、山の日を今大会の土産話にしていただいて、それぞれのふるさとにお帰りになっても、国民がこぞって山にへの親しみを深め、また山の恩恵に感謝をするという、そういう働きかけ、啓発を共にいたしましょう。どうぞお気をつけてお帰りください。ありがとうございました。来年度は美しく咲け、君の笑顔
皆